はようございます。サンクスビメンズゴルフツアーセブンスゲーム当日の朝を迎えました。快晴に恵まれた今日は富士山がきれいに顔を出しています。白熱した好ゲームを期待しましょう。それではお待たせいたしました。サンクスビメンズゴルフツアーセブンスゲーム第1組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは2016年 JLPGA ステップアップツアーに参戦、2018年には全米女子オープンに出場、本ツアー第3回大会で第2位、第5回第6回大会では4位タイ、2022年本ツアー成績部門ポイントランキングで暫定首位です。広島県出身、高山香里。続いてのティーオフは2017年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場、東京都出身、浅見優香。続いてのティーオフはフィリピンプロゴルフ協会ツアープロ株式会社電源所属、埼玉県出身、古谷優香。ただいま第1組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第2組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは2017年ルートインカップ上田丸子グランビリオレディーズで第2位、2019年 ECC レディーズゴルフトーナメントで5位タイ、本ツアー第6回大会では4位タイ、東京都出身、今彩奈。今回もキャディを務めるのは天沼千恵子プロです。ありがとうございます。続いてのティーオフは本ツアーは初出場、地元静岡出身、鈴木ひな。
続いての企画は2020年21年金秀宮ラビオープン出場、同じく本ツアーは初出場、愛知県出身高原かな。ただいま第2組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第3組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、本ツアーは初出場、石川県出身木村彩香。続いてのティーオフは、同じく本ツアーは初出場、兵庫県出身西山かなで。続いてのティーオフは、2010年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場、本ツアー第5回大会で4位タイ、京都府出身有本可憐。ただいま第3組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第4組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、2015年日本女子オープンゴルフ選手権競技、2022年日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントに出場、本ツアー第4回第6回大会では4位タイ、京都府出身宮田志乃。お願いします。続いてのティーオフは、本ツアー第2回大会で10位タイ、兵庫県出身前田恵里奈。
続いてのティーオフは2018年サイバーエージェントレディースゴルフトーナメントでベストアマを獲得、本ツアー第6回大会で4位タイ、茨城県出身木村まどか。ただいま第4組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第5組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。最初のティーオフは2014年から18年まで JLPGA レギュラーツアーステップアップツアーに参戦、2019年には中国 LPGA ツアーに参戦、本ツアー第4回大会で4位タイ、そして2022年本ツアーサポーター数部門ポイントランキングで1位を獲得しました。東京都出身笹原瑠美。かわいい。続いてのティーオフは2019年運動筋レディースで第2位、富士通レディース2019では第5位、本ツアー第3回大会で6位タイ、第4回大会では4位タイ、第6回大会では9位タイ。その読み上げていただいて肩のなんかわいいなんといきます。かわいい。シズヒルズレディース森ビルカップ、ルネックスレディースゴルフトーナメントに出場、本ツアーは2回目の出場、茨城県出身梅田ひよ。寒いからね。よろしくお願いします。入れてるよ。お待たせいたしました。それでは第6組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、本ツアーは4回目の出場、最多サポータ数上限の50口を獲得しております、株式会社住設備所属、
愛知県出身、酒井里奈。続いてのティーオフは、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場多数、本ツアーは初出場、地元静岡県出身、望月みなみ。オフは同じく本ツアーは初出場、大阪府出身、後ろ中美里。ただいま第6組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第7組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。最初のティーオフは2022年マイナビネクストヒロインゴルフツアー第1戦で優勝、本ツアー初出場、最多サポーター数上限の50口を獲得しての出場、高知県出身、中野奈由。お願いします。いきます。続いてのティーオフは2016年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場、2021年マイナビネクストヒロインゴルフツアー第11戦で優勝、本ツアーは2回目の出場、新潟県出身、竹本里奈。続いてのティーオフは2017年
日本女子オープンゴルフ選手権競技出場。本ツアー第1回大会で9位タイ、第3回大会では6位タイ。飯田通商株式会社所属、埼玉県出身、上野ひなた。そう。ただいま第7組の3選手がスタートいたしました。お待たせいたしました。それでは第8組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、本ツアー第1回大会で5位タイ、そして第5回大会では見事優勝、熊本県出身、楠本綾乃。続いてのティーオフは、本ツアー前回大会では惜しくもプレーオフで敗れ2位タイ、東京都出身、新田由美奈。お願いします。続いてのティーオフは、2017年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場。本ツアーは初出場、兵庫県出身、岸さやか。がスタートしました。お待たせいたしました。それでは第9組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、2018年ルートインカップ上田丸子グランビリオレディースで4位タイ、スカイレディース ABC 杯では5位タイ。本ツアーは初出場、株式会社ミツーロコグループホールディングス所属、千葉県出身、川崎志保。よいしょ。続いてのティーオフは、本ツアー第4回大会で10位タイ、株式会社アスモゲームスサポート選手、広島県出身、岡田由衣香。
続いての TF は2019年マイナビネクストヒロインゴルフツアー第6戦で優勝。本ツアー第1回大会では惜しくもプレーオフで敗れ2位タイ、そして第3回大会ではリベンジの優勝を果たしました。株式会社アスモゲームスサポート選手、千葉県出身、荒川優奈。お待たせいたしました。それでは第10組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、本ツアーは4回目の出場、大阪府出身、浪田遥香。お願いします。続いてのティーオフは、本ツアーは6回目の出場、本日お誕生日を迎えられました大阪府出身、西田真宙。続いてのティーオフは、2016年うどん県レディース金量杯、2017年日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントに出場、本ツアーは2回目の出場、大阪府出身、松原カノン。第10組の3選手がスタートしました。お待たせいたしました。それでは第11組のスタートです。選手をティーオフごとにご紹介してまいります。まず最初のティーオフは、2017年シズヒルズレディース森ビルカップで優勝、翌2018年同大会で4位タイ、本ツアー前回大会で優勝、
ディフェンディングチャンピオン、宮城県出身、平塚アム。お願いします。続いてのティーオフは2018年 IMGA 世界ジュニア日本代表、日以降女子オープンにも出場、本ツアー第5回大会で4位タイ、群馬県出身、石川真由香。本ツアーは4回目の出場、 USLPGA ティーチングプロ、愛知県出身、小澤美奈瀬。ただいま第11組の3選手がスタートしました。お待たせいたしました。それでは第12組のスタートです。ティーオフごとに選手をご紹介してまいります。最初のティーオフは日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場多数、本ツアーは2回目の出場、埼玉県出身、吉田理央。よろしくお願いします。続いてのティーオフは2018年スカイレディース ABC 杯で5位タイ、本ツアーは初出場、大阪府出身、辻岡愛理。続いてのティーオフは日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場多数、同じく本ツアーは初出場、愛知県出身、岩崎美波。
ただいま第12組の3選手がスタートしました。この組をもちまして本日の1番ティーからのスタートは全て終了となります。